ラッシャセー、ラッシャセー、アーンシャサース、アーンシャサース、ウワッシャスーン、ウワッシャスーン、ダメ、全然ダメだわ。ダメすか先輩。気持ちがこもってないわ。はぁ、困るんだよね、そういうさ、上辺だけのラッシャセーっていうの。ほんとさ、自分本気っす。いや、みんな最初はそういうのよって、迷惑客に殺されてジエンドさ。この食デンジャラスすぎる、ということで、今回は迷惑客系クリーチャーを紹介いたします。おいでやすクリーチャーさん。食品流通業者や市場に現れる、ザ・カスタマーさんです。独特なお顔立ちと、職種持ちなことが画像からわかりますね。つまりほぼマリサやな。誰が独特なお顔立ちの職種持ちじゃボケかすが。おお怖い怖い。怖いジャパニーズピーポーだよ。どこぞの厚切りジェイソンだよ。違うよ、薄切り弱調だよ。薄切るな彼だバカ野郎が。なんてたわけ抜かしはやめて。まず最初に知りたいのがやはり外見の特徴。トレインイーターや、フェアリーゲートとはまた違った不気味さですよね。そんなカスタマー氏、今のところ3つの表情が確認されています。1が通常スマイルだとしたら、残り2つが差分素材。つまり、立ち絵動画を作る上での最小単位っすね。おっと。少々話が逸れてしまいました。左から順に、通常フェイス、お怒りフェイス、虚無という感じなのでしょうか。右の顔になると、なんか周りのものをどんどん吸い込んでいきそうな予感。商品や食品を餌と見てるか否かは、後で説明いたします。次に、こちらの全体像をご覧ください。じーけ、恥ずかしいってバカ野郎。私の顔じゃなくてだなぁ。あ、こっちか。そうそう、てかお間近くない?ほっぺたに髪の毛ホサホサするんだけど。タコさんウインナーみたいな見た目だからといって侮るなかれ。セリフの枠をぶんどるなかれ。触手のような腕、その先についた手の指がなかなか凄まじい。すっごいホサホサするんだけど。なんと、指の長さもそして本数も変えられるのです。ちなみ最小単位は3本です。すっごくホサホサします。そんじゃ後の解説は頼みますわバナナ嬢。最近自由すぎるぞレイム。5本5本。さて、このカスタマー、一体何を目的としてるのでしょうか。やはり、その触手や口、指を使って食品をかっさらうためでしょうか。あるいは、表情差分散のブラックホールフェイスで店ごと飲み込むのか。答えは現状ノーです。意外にも、カスタマーが食品の類を餌にしてるとこは目撃されてません。そこにあるのは、食品に対する強い愛着です。愛着があるなら食べそうなもんだけど、なぜか食べてるとこは目撃されてないという。グッフフ、グッフ、グッフフ、今日もまた来てしまったでごわす。この店の食品を見ずに一日は終えられんのよな。さてはおめえただのリピーターだな。そう、このクリーチャー、今のところ素敵な顧客でしかないのです。レオ・ビンシブル氏のツイッターで公開されたコンキャラ、ビンシブラーの皆様の間でも、基本いいやつとして語られており、なんなら守護神、マスコット的側面まで持っている感じ。よく考えてみれば、食事シーンが目撃されていないのも、買って、どこかに持ち帰ってから食べてんじゃね、とか、そもそも論、種族がゴーストだから食事必要ないのでは、とか、意外と、それっぽい理由は見つかるのですよね。つまり私カスタマーの正体は、現状ただの買い物好きお化け、ということで今回の解説はおしまいです。もしよかったらチャンネル登録、コメ等々よろしくお願いします。それではまた次回、ハッピーバナナー。